キャナフィッチです。ちょっと久しぶりすぎて、ね、はい、懐かしい感じがもうすでにしちゃう、はい、改めまして、私ウクレレを弾いて歌っています、キャナです。よろしくお願いします。そして、はい、フラダンスを教えてます、桜井美智恵と申します。よろしくお願いします。はい、美智恵です。このキャナ&ミッチーの活動はね、基本高齢者施設にお邪魔してという、ね、そこに私がね、バンド、うちのバンドであのプラダンサーとしてね踊っていただいたりとか、うちのキッズの保護者だったりとかでね、ずっと付き合いはあるんですけど、2人でね高齢者施設行き始めたらまあ楽しくてね、楽しい、このままね継続している感じでしたが、この1年パッタリなのでね、寂しいわ、おじいちゃんおばあちゃん元気、本当よね、なんかの形で結構施設の方からも連絡があって、呼べないけど来年の今頃大丈夫ですかとか、もう私、ね、来年の3月のオファーもらってるの、早い本当すごい一応 OK 出してるけど、まあ、来年の状況次第ですけどね、そうこっちはいつでも見えるかもしれないね、でもだからイベントがないし、ご家族とも会えないから、会えない方たちが多いから、それこそなんかこうできることないかなっていうのはね思うけどね、そのうちちょっと DVD でも撮ってさ、あ、それいいね、それはすごくいい、うん、きっとこうテレビの画面を通して楽しいことがあるっていうね、普通のこのチャンネルじゃない味わいがね、あるもんね、一緒に歌ったりこうね、フラを見たりっていうのがね、うん、楽しいと、いいんじゃないかな、はい、そんなことを考えております。はい、いいですね、そういう活動も楽しいね、ちょっと会えないから寂しいと思ってたけど、うん、なんか そう聞くと、あ、会えなくても違う楽しみが生まれるんだと思って、うんね、なんかそう最近考えてるのは、その、この今なかなか身動きが取れないのを、まあ、終わった後につながることをしたいっていうのをいろいろ考えています。そうだから今うちね週1で、日曜日の1時からウクレレ時間っていうね、その Facebook だったりインスタだったり YouTube だったり、いろんな形で何かしらをしてるんだけど、それって少人数でやってるんですよ。でいつもキッズって10人とか20人でやってると、まあいいやとか、っていう子の真ん中にはいるんだけど、そうよくわかるね、うちの子そうなんだけど、やっぱり1人で歌います、2人でやりますっていうと、自分にこうスポットが当たってるとなんか真面目にやるっていうか、わかるよ、わかる、そうだからすごいいい意味で刺激になってると思うんだよね、そうだからそれって今後に絶対つながると思うし、そうあとこれ今企画してるのが5月1日に Zoom でね、また鑑賞会をするために4月中に撮影をするんだけど、そうそれを各チームの住んでるおすすめスポットで撮影をしてくださいって言ってる。それはすごく楽しそう、うん、前回クリスマス会の時に玉村のチームが本当はね室内を借りてたんだけど、緊急事態宣言が出ちゃって使えなくなっちゃった。それで玉村八幡宮を借りたらね、これがいいわけですよ。いい。で玉村うち3チームあるので、ここにマンツーマンで道草屋に来てる方たちは田村八幡宮でやって、キッズは水辺の森、いい、もうあそこのねでやるんですよ。どんなところかはお楽しみに。5月2日に YouTube で公開します。でもう一チームはマハロか、文化センターのクラスが北部公園って言って、もうバックにね赤城山がダーンとね見えるような、まあどこをバックにするかはねマハロの皆さんが決めるんであれですけど、すごいね、マハロさんも長くない、なんかどんぐらい、ね、でも5年とか経つのかな、なんか、うん、とても長く続いてらっしゃるイメージ、あー、うん、そう、あとは妙義も妙義さんがねこうバックに、まあ、どこかはお楽しみにしてくださいね、ドンってなるところとか、あん中もなんか超広いねとことかねやるんですよ。いいですね、なんか、はい、ほら世界遺産にもなった
なんだろう。お、藤岡さんですね。そうなんですよ。言っちゃった先に。ボーイ、ボーイ、登録遺産、なんて言うんだっけ、はい。ね、世界遺産。世界遺産。の、なんだっけ、遺産群のね、うん、中の一つで。あ、いい。はい。いいです。それで、うん、その後それを見て、いいな、ここ素敵だなって思って、こうね、安心してこう行き来ができるようになった時に、うん、群馬にね、うん、こう来てもらえるきっかけになるようなことをと思って。いい。はい、私、安中の方面、うんうん、行きだけ高速で行くことが多くて、帰りは急道。なんだろう、あの、そうだ、私、ちんたら下で行ってますけど。だけど、ね、違うの、道が分かんない。行きだけ、18号行けばいいんだけど、うん、行きだけ、まあ、ほら、近いじゃない、高速の乗り場が。だから、つい高速に乗って、だーって行くと、前、多分、キャナさんとキャナンドリッチで、行った時に何かカフェ、ほらカフェをご紹介、ここのカフェか桜が咲いてて、ここのカフェの芝生で踊れたらいいよねみたいなカフェ行ったよね、道の駅で。おうおう、そこのさ、うん、なんかこっちが城跡みたいになってて、うん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 、こうなんだろう、櫓みたいな、なんていうの、神楽町だね、神楽町のね、そこのね、前を通、高速は通ってて、うんうん、高い建物が見える、こっちが高速、楽山園っていうね、広いお庭、うん、綺麗なところだと思うんだけど、そこが高速で見えて、うんうん、そこを通った時に、あ、ここキャナさんと行ったところで、うん、まあここら辺でなんか素敵なナイスビューな芝生、うん、そう、桜がね咲いてる時にやろうよみたいな言って、来年いいねって言った、来年が多分去年だから、うん、っていうのを思い出しました。じゃあミッチーはどうですか、はい、最近。あ、その今言ってた高速、うん、行き高速で行くっていうのは、うん、安中市の峠の湯っていうところで、うんうん、去年の12月まで定期公演で月に2回お邪魔してたんだけど、うん、群馬の中でね、コロナのレベルが上がっちゃったので、うん、お休みさせていただいて、4月からまた復活します、うん、はい、4月毎月第2土曜日の、今のところ時間がちょっと時間が変動、前回よりもちょっと変動があって、1時、3時、5時すごいよね、1日3公演月に1回、はい、それが峠の湯ですよ。あの、フラダンスを見るのは無料なんです、うんうん、なんだけど峠の湯に入られるのに入館料が必要なので、うん、ただその入館料をお支払いすれば温泉も入れるので、うん、ね、すごい素敵な温泉なので、ね、次々になってね、帰ってもらえればと思います。ぜひリラックスしに、うん、ね、心も体もだね、そう、うん、そうです、お願いします。そして、はい、毎月第3日曜日は、前橋リリカね、もうこれは何年続いてるんだろう、3年くらい、ね、あっという間だ ね、定期的にやんのって思ってたけど、続くね、続く。最初のこのコロナ前は2回公演やってて、1回公演が1時間ずつだったから、本当にびっくりする発表会レベルなことを毎月、ね、やらせてもらって、たくさん勉強させてもらったんだけど、今コロナでちょっと密になる時間を少なくするっていう意味で、プメハナだけのオリジナルショーは3回に分けて、1、2、3時と1時、2時、3時でだいたい30分以内ぐらいに終わるぐらいのショーを3回やってます、うん、で、この間ね、道草キッズさんとかコラボさせてもらうときは2回にして、うん、1時間間を空けて1時間ずつの公演を2回ね、うん、やったりとかして続けてますので、第2土曜日は峠の湯、第3日曜日は前橋リリカ、私たちに会えるフラダンスいいね。はい、ぜひ会いに来ていただければ。定期公演、もう、うん、久しく定期的になってやってないからね。定期公演です、うん、なので、どんどんね来てもらって、で前橋リリカ第3日曜日なんですけど、もう、夏までにちょっと大きいポンポンポンっていうイベントがあって、うん、6月は、フラダンスフェスティバル、6月20日かな、フラダンスフェスティバル前橋リリカであります、うん、そして8月はこの間つい最近決まったばかり、8月の14、15お盆ど真ん中、うん、おー、そこにぶつけてきた。そう、ダンスフェスティバ
る。あのフラダンスだけじゃなくて、うん、バレエだったりヒップホップだったり、うん、チアリーディングだったり、いろいろなダンスフェスティバルをやります。私たちももちろんね出させてもらうんですけど、うん、今ちょっと内容詰めてますけど、2日間に分けてねお届けします。その間にちょいちょい私たちのオリジナルショーやコラボができたらいいかな。どこかね他の団体さんとコラボしたりとかもしたいなと思っているので、ぜひぜひ前橋リリカのホームページを見るとね、その月のことが載ってますので、私たち以外にもミュージシャンとかそういう芸能関係を止めないでこう発信していこうっていう意欲がすごくあられる方がたくさんいらっしゃって、活動をねステージの方で続けていらっしゃるバンドさんも、うん、私たち以外にもねいっぱいいらっしゃるので、よかったらホームページでコメントチェックをしてください、はいはい、あ、そうだ、あの、うん、なんでね今日突然ミッチーと話をしだしたのそれを出しちゃうかこの入れ物で出していいのかなすごいすごい入れ物に入れてきたからスパゲッティみたいなのじゃなくてパスタ入れにちょっとあ、そうか、これをお皿に移してから見せるべきだね。ね、あのケーキを焼いてきてくれたんです。私がいつだ、2、3日前に、うん、はい、誕生日だったんです。なんかしゃれてない感じでごめんなさい。こうするとね、ここから汁がこぼれるよっていうアドバイスをね、あのパスタの水切り穴があるいただいて、じゃあね久しぶりに何ヶ月ぶり会うの。ね、本当だよ ね。全然多分今年入って2回目ぐらいじゃないの。あ、でも1回はあったんかね。多分1回あったと思う。あ、なんかリリカに会ってる、リリカが忘れちゃって、私も忘れてた、リリカで会いました、はい、そうそう、先月ね、先月っていうかつい最近だ ね、そうだね、リリカで、あの、や会いました。そう、でも、ね、リリカで道草キッズが演奏させてもらった時にねお会いしてるんですけど、その時はほらキャナ道モードじゃないから ね、しかも私、うん、基本もうこの位置でずっと裏方さんしかしてないから、もう全然ね、こう人の前に出るとか、だから「あ、道夫先生お世話になった」って言わないじゃん感じだったのでねそれはでもすごくキッズが、うん、こう「ありがとうございました」とかっていうこの感じが、うん、あ、懐かしいし、なんかあったかいと思ったそうそう、お着替えしてる時にね「そうそう、声だけ聞いて」って「あ、ごめんねごめんね」とかね、テントから出てて。それで、ね、ケーキを届けに来てくれたので、あの、ね、久しぶりだねって喋ってて、じゃあついでに喋ってっちゃうって呼び止めましたナンパだね、そうです。で、なんか1曲、ね、踊って、うんうん、行きましょうか、はい、どうしましょう。じゃあ糸にしますか、はい、はい、先月ね、10年、震災からね10年経って、私も先月は本当に糸をね歌う機会が多かったですね、はい、なかなかね、あ、今日、ん、いつ行ったの、岩手に一緒に、一昨年になるの、そう、2年前、うん、ね、あの岩手県の宮古市に私ねたまに行かせてもらってて、ミッチーともね一緒に行ったことが、あと浄土ヶ浜でもね、うん、着替えてね、あの強風の中、あのフラの衣装になって一曲やりましたね。高齢者施設とか、うんうん、あとね、なんだろう、地域の、うんうん、集まる集会場みたいなところとかにね、発表会か、あ、発表会の発表会、そうだね、公民館祭、懐かしい、そういうの、あ、うん、そうだね、うん、はいはい、とかね、いろんな場所で踊らせてもらって、うん、私は踊ってませんけどそう、そんなね、ゆかりのある岩手県宮古市ともね、そう、去年は私も行けてないんですけど、あの思いを込めてね、はい、それではお聴きください。中島みゆきさんで糸、どうぞ。わ
大丈夫です。慣れてないの ね、忘れちゃった。そう、あの話がね、できなくなるよねって、そのあのこうイベントがね、まあ未知はねイベント続けてるけど、私なんかもうずっとイベントがなくて、でしかもあの子供たちが去年はその10月にラランでやって、でこの間久しぶりにリリカ、だから去年と今年もこの1年で2回なんですよ。まああとはそのほらうちの10周年のやつの無観客だけなんで、そうすごいよね。だから私ずっと裏じゃん、だからで基本子供たちがやるやつは子供たちに MC も任せよう、できるだけ任せるようにしてるんで、挨拶とかあんましないし、本当にね話ができなくなっております。私困ります。噛むしね、なんか初めてイベント出たての時の自分の動画を見ると、もう言いたいことを言おうとするからひたすら噛むし、ひたすら早口で、落ち着いて喋ればいいのにって自分の動画を見ながら思うんだけど、今またそれに戻ってるからね。もっと落ち着いて喋んなよ自分って。ミッチーがそうじゃ私どうなっちゃうの。いやいや、もう本当に今日ね、私イベントっていうか、あのいつもねお世話になってるあの音響の手塚ご夫妻、私勝手に父と母って言ってるけどの地元の公園でちょっと桜も咲いてるから、新曲今ね新学期だから新曲をいろいろやってて、新曲を初めてステージ、どっかのちゃんとしたステージで踊るよりは、まあこじんまりとした公園で花見でもしながら、試しに踊ってみないねって、群馬弁だから見ないねってなって踊らせてもらって、プチイベントみたいな身内のねやらせてもらったんだけども、なんかそこに行って久しぶりにちょっとなんか知ってるあの保護者の皆さんが多かったから、知ってる顔を見て喋ってたら、なんか昔の顔をちょっと取り戻したっていうんじゃないけど、こう私が喋ってることに対してうんうんって言ってくれる、あのそうそうみたいなのを相槌を打ってくれる方が何人かいらっしゃったから、あそういえばリリカの時もこんな感じでお客さんが座ってて、で時に衣装の着替えが
立て込んじゃって詰まってる時に、そこで急遽私が、じゃあ一曲みんなで踊ってみようかって言って、青い山脈歌いながら踊ったりとか、正直に今ね着替えてるから私喋りますみたいな感じで喋ってたっていうのを、今日久しぶりにそれがちょっと自然に出て、あ、これこれ思い出したの。今までなんか今までのことをすっかりちょっと忘れたところがあった。30分ね、リリカさっき言ったけど3回やってるうちの30分しかないと思うと、ついつい踊りをこう優先的に行っちゃって、でそして客席もないから、なんていうの芸能人のこのお笑い芸人さんでいうところ客いじりっていうのもなく、自分たち勝手にわーって踊りがちだったのを、今日はちょっとそれを思い出しました。いいね。本当でも私もだからリハビリがてら、インスタライブをね、してたりするんですけど、そうすると結局お客さんの反応って見えないじゃないですか。まあコメントね、いただいたりするからそれをいじったりはしますけど、そんなみんながみんな打てる、うちの生徒さんとかも見てくれてるんだけど、打てない人たちがほとんどなので、心の中できっとつぶやいてくれてるんですけど、だから私は本当にね、そのインスタライブは本当に難しい、私的には難しい。もうひたすら独り言を言いながらね、演奏してね。だからきっと芸能人の皆さんも無観客ライブね、配信とかきっとされてて、普通だったらみんな元気って言った時にわーってレスポンスが返ってくるのが無反応っていうのがきっとすごく心が強くないとできないだろうね。そうだね。でももうそのつもりでね、帰ってきてるつもりでやるんだよね。絶対テレビの向こうみんなこうなってるもんね。そうなってるんだよ。ね、皆さんもね、心の思いが伝われと思ってね、聞いてるわけだからね。そして今話しながら、私がこう違うことを言ったことで、さっき締めはこうしようって言ったのが全然違う方向に行っちゃったなと思った。いいんですよ、全然締まる方向には行ってないなと思った。大丈夫ですよ。そうですね、まだ話したいんだろうな。止まらないんだろうなこいつみたいな。ね、さっきキャナさんが振ってくれたのは、一応ゴールデンウィークのイベントをお話ししようと思って、一応言わせてください。5月1日土曜日は、峠の湯のちょっとした好きだなあんなか私たちがあんなか大好き、峠の湯さんのちょっとしたの鉄道文化村で、踊ります。11時、12時、1時、2時、すごい近辺の4ステージなんだけど、チェアリーディングの皆さんと私たちとで交代交代に踊るので、多分11時半、12時半、1時半、2時半ぐらいな感じで、きっとチアさんフラダンス、チアさんフラダンスみたいな感じでやります。5月1日と5月には、地球屋さん、イカホに行く手前だね、イカホに行く手前の地球屋さんで、ゴールデンウィークのいろいろなイベントをやってるその中にお邪魔させていただきますので、よかったらぜひぜひ遊びに来てくださいって言いたい。屋内だしね。そう、屋内だ。そう、両方とも外なので、ソーシャルも換気もバッチリです。はい、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってください。はい、景色もいいもんね。そう、景色で、ほら行きながらいろいろ観光もできるし、地球屋さんはね、いろいろなパンも売ってるし、中にね、いろいろなものも売ってるしね、楽しい。はい、皆さんのキャロワさんはですね、まだね、どんどんイベントが続いているようなので、皆さんいろいろチェックして、何を見ればそういうのが、ブログ、皆さんのスマホとかパソコン、玉村町、ドムハナメゲを貼って、ほら、スって言えないでしょ。自分も打てるようになって、私。自分もこう、ドムハナメゲを貼って、はっきり言えるまで、3年ぐらいかかった。嘘。それは嘘。玉村町フラダンスが一番わかりやすいかなと思ってるんで、玉村町フラダンスで検索してもらえると、大体この人が出てきます、私が。はい。なので、それで見てもらうと、私のブログで、いろいろこんな日にこんなことをやりますので、っていう告知をしてますので、よかったら見てください。はい。わかりました。見てみます。道草屋はどうだろうな。道草屋ウクレレとか調べると、ホームページが出てくるのかな。はい。
とかブログでも忘れた頃にいろいろ書いたりとかしてます。群馬、確かに群馬ウクレレってするとね大体出てくるよ、うん、へえ、うん、あとウクレレキッズ群馬、ああ、うんうん、ね、だから多分ドメハナメギャロハも道草キッズもなんだっけなって忘れちゃうけど、でもフラダンス、うん、ウクレレっていうキーワードがね、そうキーワードがね、で子供とか入れると、うん、れてそうだね、で楽器なんだっけなだとね、あそれたまにあのマンドリンとかね、うん、言われるんだけどね、うん、そうそう、マンドリンだとさすがにちょっと引っかかんないかな、でもね前橋がマンドリンの街だからね、あそう、うん、マンドリン部とかね盛んだもんね、うんうん、あってここでマンドリンの名前を出すとウクレレと間違えられちゃうから、ウクレレ、そうあのなんだっけその間違えるさ、うん、やつのタマタン、タマタンをチューリップじゃないんですよって言っちゃうと、うん、チューリップと間違えられちゃう。そうなの、自分でもチューリップね、よくキャナさんなんかとご、うん、イベントご一緒してる時に、うん、チューリップじゃないんですよって言ってて、うん、じゃあタマタンのここなんだっけって言った時にチューリップしか出てこないなんだっけなんだっけなっちゃうからね。そうそうそう、バラです。話が見えない方たちのためにこの子がタマタンでね、玉村町のねキャラクターなんですけど、この子バラの妖精なんです。だけどねこの頭が某お花に似てるので、そっちの名前を言っちゃうとそっちの名前の方がインプットされちゃうという話でした。マリアカラス、はい、バラの妖精タマタンです。あ、6月2日あ、そうだ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 とか言って、そうこ私の方は特に言うこととないんだよなんて言ってたけどね、6月2日がタマタンのお誕生日なんです。でタマタンの公式ソングっていうのを私作ってて、でキッズが歌ったりしてるんですけど、でミッチーがね振り付けをしてくれて、あの踊りもあります。それを今年も多分誕生会がまだ企画されてないんですよね、役場に聞いたら。で、まあ、もしかしたらやるかもしれないけど、やったとしてもね、あのプレゼントするのは自由なので、タマタンに歌をプレゼントしようという企画を、しました。うちのホームページやブログと、あと玉村町内の方だとフリーペーパーのミーツさんにね載せていただいたりとかしています。で、YouTube に、私が歌ってるのがあるので、それに合わせて歌ってもらうと、みんなでこう、うん、なんていうのね、合わせて、はい、それをたまたんに6月2日プレゼントできるようにしますので、よかったら、町外 OK、年齢問いません、ウクレレ弾かなくても別に大丈夫です。お歌だけでも踊りだけとかでも OK なので、いろんなパフォーマンスでたまたんの歌に参加していただけたらと思います。ではキャナとミッチーでした。ありがとうございました。また不定期ですけど、ミッチーとねおしゃべりできたらと思います。はい、ありがとうございました。